呪いのビデオ、それを見た人が謎の不審死を遂げてるという投稿が相次いでいます。この呪い、君の頭脳で解明してみてはどうかな。見ちゃったの、呪いのビデオ。死なないよね。呪いなんてありえない。みんな科学で解明できるはずです。サダコウイルスはどう変異しようとしてたんだろう。誰？近い。どうしよう。誰だよ、こんなのネットに上げたやつ。1000万1億と爆発的に再生数を伸ばせば人類は滅亡する。科学や方程式じゃ解けないこともあるのかなって。お姉ちゃん助けて。俺たちの呪いも解けてなかったんだ。残り時間は？このままじゃ感染が広がる。何なの？貞子！